タバコ広告とは、タバコ産業がスポンサーを含む、様々なメディアを使用して、タバコ製品、または、使用を広告することである。これは現在、マーケティングにおいて、最も高度に管理されたものの一つであり、部分的もしくは全てのタバコ広告が禁止されている。国もいくつか存在する。アイオは、フォート・マディソンのタバコのゴーストサイン現在知られている。 アメリカにおけるタバコ広告は、ロリラードタバコが1789年、ニューヨークの日刊誌に出したものである。各地の地方新聞社がこれらの商品の小規模生産、輸送のために利用された。アメリカでより、大規模に知られることとなった。最初の実際の銘柄は1868年発売の、簡単な、タバコを手巻きしようという言葉を強調して広告された。 ブルダラムであった。1870年代後半に多色スリーリトグラフの開発により、タバコ会社はよりよく彼らの製品を紹介するための魅力的なイメージ作りが行えるようになった。これにより、以前は放送を強化するために使用されたシガレットカードの上絵を印刷することに至り、これが初期のマーケティング概念に変化した。 例えば19世紀最終四半期の雑誌、パンチには異なる種類のタバコ、鍵タバコ、パイプ用タバコの広告が描かれていた。広告は、第一次世界大戦中、軍隊に対して、無料配布か助成金を支給された、ブランドタバコが配布されたことによりかなり助けられた。ナチスドイツタバコ製品の広告は、規制をかけられ、1941年12月7日、 法律にされ、範利費ンケ広告協議会会長によって署名された。タバコを吸うこと、無害であるように見せること、男らしさを表現することは広告で扱うことは禁止され、半タバコ活動家を馬鹿にすることも非合法化された。そして、地方管区、スタジアム、競技場、鉄道沿いなどに広告を出すことも禁止された。また、拡声器、 郵便を利用した広告も禁止された。1950年代、1960年代、1970年代以前は、アメリカ、ヨーロッパにおける大部分の国において、タバコ広告の大部分が合法的であった。1950年代と1960年代のアメリカでは、タバコのブランドはしばしば TV 番組、ツーテルザ・トゥルースや、 アイブガッタシークレットのような番組のスポンサーであった。この時代最も有名な CM 曲のうちの一つは、ウィンストンの広告で使われたものであった。このスローガン、ウィンストンは、タバコの本来の味がするは人を引きつけるものであり、現在でも伝えられるものである。ラジオ西部劇、ガンスモークの冒頭で、ちょうどリスナーが、シガレットという言葉を聞く頃に、 二つの銃撃音が曲の真ん中で流れるようになっていた。他の人気のあるスローガンでは1960年代のタレートンの広告で使用された、タレートンを吸う人は別のタバコを吸うよりも喧嘩をする。や、キャメルのためなら1マイルでも歩くなどがある。1954年、タバコ会社は広告キャンペーン、A フランクステートメントを行った。この広告は、 喫煙が肺がんを引き起こす可能性があるという報告書に異議を唱える最初の運動で健康に危険を及ぼすのは他のものであると主張した。1950年代メーカーは様々な突き上げを受けたためタールとニコチンを少しでも取り出すためにタバコにフィルターをつけ始めた。またより安全なより強力でないタバコのブランドも紹介された。 より軽いタバコは2004年現在、非常にポピュラーになっており、アメリカの喫煙者の半分が普通のタバコよりもこちらを好んでいる。アメリカ連邦政府の国立がん研究所によると、軽いタバコだからといって、喫煙者の健康に利点を与えないとしている。1964年、アメリカの公衆衛生局長官は、アメリカ公衆衛生局長諮問委員会報告書、 喫煙と健康を発表した。それは喫煙と癌、その他の病気との関連について科学的に分析された7000以上の記事に基づいたものであった。この報告書は、タバコ製品に警告ラベルを記載する法則、及びタバコ広告に対する制限に結びついた。これらの強化が行われるとともに、タバコのマーケティングはお菓子とともにより微妙と化した。 そしていくつかの広告は子供たちに受け入れられるよう設計され、特に子供たちの間で喫煙について高まった意識の結果として、ジョーキャメルが呼び物となった。しかし、規制は成人の勤務率に影響を及ぼし、2004年の時点でそのポイントは加工。それまでタバコを吸っていたアメリカ人のうち、ほぼ半分がタバコを吸うことをやめた。日本では、 江戸時代より、軒下にかける看板等が利用されていたが、幕末に、銀座で、タバコ屋を開いた、品の屋文造は刻みタバコを霧の箱に入れて販売。これに、山、東京電の宣伝文句、人気役者の市川段十郎に、舞台で宣伝を行わせ、さらに、段十郎が箱を持った姿の浮世絵に、山、東京電の宣伝文句を入れて、これを販売。 これはタレントを用いた初めての宣伝であるとされている。ただし、1715年には二代目、市川段十郎は、五福店、ことぶきのあざ、越後屋の、樹の字を編み傘に入れて、舞台出演を行い、1718年には、薬売りである色イロウリの宣伝文句をセリフとして、舞台で読み上げているなど、タレントによる広告活動が存在しなかったわけではない。 明治以降、それまでの手工業から機械工業へと移行したことにより、生産力が高まり近代的な会社形態を取り始めたことにより、宣伝広告も多く出始める。特に、明治時代の天狗タバコの岩谷紹介と、輸入した原料をもとに、ヒーローなどの外来語を商品名にした。 村井兄弟紹介による宣伝合戦は、明治36年の第五海内国環業博覧会会場での宣伝活動、銀座界隈でパレードを行うなど熾烈なものであった。薩摩出身の岩谷は、東洋タバコ大王、広告の親玉を名乗り、地元の大名島付の家紋靴は十字を利用した、シンボルマークや赤色にこだわりを見せ、ポスター。 パッケージなどに赤色を使用したデザインや、当時では、珍しい女性のセミヌードを描いた、ポスター、また国益や、社会益になっていることを強調した、キャッチコピーで派手な宣伝を行ったのに対し、飛米経験のある村井は、西洋の灰からを追求した戦略で対抗した。この時、カラー印刷等が使用されたが、岩谷紹介が組んだ、突破印刷合司会社は後に、 突版印刷、村井兄弟商会が設立した、東洋印刷株式会社は後に、JT 京都印刷工場とそれぞれ変遷を経ている。そして、村井、東洋印刷、岩谷、突版印刷から生じた、この流れは、西洋風、和風のデザインを生む、原動力と化することとなる。また後の電通の前身企業、日本広告の創業者である、 三つなが星をアッぱレードをする岩谷に声をかけられたことが広告を重視するきっかけになったとしている。また、千葉商店は自社が扱う商品を販売してくれる小売店に対し、小売店名の入った看板を作成。その他、愛知の原田和久店や亀山の伊勢タバコ株式会社など全国に5000社以上、点在する他のタバコ会社も様々な宣伝活動を、 行っていた。その後、明治37年、タバコ専売法が施行され、タバコが専売となると、この宣伝合戦は終了した。タバコの専売化後、しばらくは、タバコのポスターなどの作成は行われなかったが、パッケージデザインには、いろいろなデザインが用いられ、大正4年に発行された、タバコ専売史によれば、包装の装飾、衣装、図案について、 人々の思考に対して影響を与えるとされている。また、印刷絵模様と呼ばれたパッケージデザインには、印刷技師が何度も色を重ねて作る成功なものであった。しかし、専売局初期のデザインを支えた明治期の人々が退職を迎えた昭和初期になると、写真技術の発展、タバコの思考の変化により、専売局は新たなパッケージを生み出すこととなる。 昭和初期においては、商業美術の影響を受けており、ドイツのバウハウスの影響を主張する者もいる。また、日本の商業デザイナーの先駆け、杉浦翡翠も、パッケージデザインを手掛けた一人で、ポスターなども作成している。また、その弟子、野村登、田中富吉らも食卓デザイナーであった。昭和12年以降、日本が、軍事優先となっていくと、 パッケージデザインも、簡素化、ポスターも、軍事優先的なデザインへと変化していき、やがてタバコ自体が、配給制へとなっていった。その最中、それまで、ゴールデンバットは、禁止に、変更、英語追放の象徴となった。そして、タバコの放送も、戦況の悪化と、物資不足により、簡素化、一式ずり、簡易放送と化した。昭和20年、 終戦を迎えたが、タバコ自体は配給制が続き、タバコの放送も引き続き、紙に包まれた簡素な放送に商品名が書かれているだけのものであった。戦後、日本ではタバコの不足が続き、一人当たり三本という状況が続き、闇タバコが蔓延したが、これに対しての啓蒙ポスターは、対象者が消費者、タバコ農家、 外国人などと多岐にわたり、様々なデザインのものが存在している。その後、1949年、日本専売公社が設立され、昭和25年に、タバコの配給制が終了すると、新しい銘柄の販売も始まり、宣伝用ポスターも作られるようになった。1951年、アメリカのデザイナー、レーモンドローイが来日すると、デザインの重要さを、 指摘、1952年に発売されたピースはそれを実現したものであった。そしてその刺激を受けた田中富吉は1953年発売された富士のデザインを行った。なお、この時、ウィが語った、誰にでもわかりやすく愛されるもの、印刷経費が節約されて新鮮な感じを与えるものはその後のタバコ包装デザインの基本となる。 昭和30年代、マーケティングの概念を先0校舎が導入、当時売上1位であった、新生は、デザインを一般公募、応募された310点から3点を候補として選び、さらに市場調査を行い、デザインを決定した。そして、この頃考案された、キャッチコピー、今日も元気だタバコがうまい、は、名キャッチコピーとされている。そして1957年、 日本初のフィルター付きタバコ、ホープが発売されることに至り、先輩0 0校舎は新たなタバコの形を提示した。1960年、ハイライトが発売された。このデザインは1958年に緑の車内ツリポスターを手掛けた和田誠が手掛けたものであったが、これは現在でも変わらず使われているデザインである。この頃のキャッチコピー。 タバコは動くアクセサリーは、女性をターゲットとする、キャッチコピーで、池内純子、小賀野義子、司陽子、など、名だたる女優が広告に登場している。1963年、東京オリンピックの年、パッケージデザインはオリンピックを意識したものも、登場、外人向けに作成された銘柄も存在しており、これは記念タバコの位置づけである。また、 フリースはオリンピック競技20種目を描いたものが発売された。1967年、先輩校舎は新たな取り組みとして観光タバコを発売、日本各地の観光地、行事、祭りなどをデザインしたものを発売、1994年までこれは続けられた。この時期以降、外国タバコのシェア拡大により、 外国のデザインを意識したタバコが発売されるようになり、デザイン、味ともども外国タバコを意識したものが多く発売されることとなった。昭和50年代にはテレビ CM が新聞広告を上回るようになる。昭和52年に発売されたマイルドセブンは白いベストシリーズとして白を基調とした広告を作成、今でも評価の高いテレビ CM や 屋外広告が作られることとなった。潜培校舎の民営化により、既存ブランドの別バージョンとして、キャビンが発売。これ以降、ブランドファミリー化が始まる。その後、海外で、タバコの健康危害が指摘されると、日本もその流れに乗ることになり、昭和49年、日本潜培校舎など、タバコ事業者らが、スモーキン、クリーンキャンペーンを実施。 ちょっとした心遣いも味のうち、あるいはお休み前に日の元を、といったキャッチコピー付きのマナー広告の掲載を開始した。また、未成年者は法律で禁煙とされているため、必ずタバコそのもの、及びタバコメーカーの企業 CM では未成年者の喫煙は禁じられています。との字幕を表示していた。タバコ会社は、 顧客ロイヤルティやブランドを増加させ、売上を伸ばせという命令において、ブランドの認知を広め、喫煙者の間で選ばれるブランドを作るために、それらの広告を使用する。これらのオリジナルフォームの一つは、シガレットカードを同封することであった。タバコ広告が掲載された場所のターゲット層は、 特に人口統計学的に目標が定められた、いくつかのブランドを利用した上で年間を通して変化している。R.J. レイノルズによると、アメリカにおける、ジョー・キャメルのキャンペーンは、ヤング・アダルト世代の喫煙者に対して、キャメルを宣伝するために作られたものであった。これに対する集団訴訟の原告と政治家たちは、ジョー・キャメルのイメージを法律で定められた。 年齢以下の子供たちにタバコ製品を宣伝することを目的とした漫画と発言している。様々なきつえに抑制団体、連邦取引委員会、アメリカ合衆国議会の圧力により、キャメルは1997年7月10日、キャンペーンを終了した。タバコ会社は女性層をしばしばターゲットにしたが、これはタバコ市場の最大部分が伝統的に、 男性中心であったため、女性層が潜在的発展に余地があるとみなしたためであり、1960年代、バージニアスリムの UV カム、A ロング a ベビーとスリーマーザンザファットシガレッツメンスモークなどのキャンペーンの導入は女性層を特に狙ったものであった。ユニバーサルピクチャーズは映画の中におけるタバコの描写に関する方針を作成している。 アメリカで放映する予定のある映画は G, PG, PG-13 という評価がなされ、タバコに関する描写は相当の理由がある場合のみ映画内に現れる。もし、タバコに関する描写が描かれた場合、映画のエンドクレジット、DVD のパッケージなどで健康についての警告を行うようにして公開されることになっている。2007年5月以降、は、 喫煙を美化したものや歴史的背景に基づいて外でタバコを吸う描写他の緩和されている映画より高い格付けが行われているものについては許可を行う方針である。テレビ番組において子供たちを特に対象にして主人公がタバコを吸う描写を減らす動きも出始めている。例えばテッド・ターナーはアニメの中でタバコを吸う人物が現れるシーンを切り取るか 練習対応させた。また、同様の傾向が、コンピュータゲームのレーティングシステムにも存在する。タバコ会社は広告キャンペーンのために特に莫大な予算を使用した。アメリカ連邦取引委員会は、タバコメーカーが最大の金額が使用された1999年に、広告とプロモーションのために82億4000万ドルを使用したと主張した。 連邦取引委員会は2005年に広告と、プロモーションに使用された131万千ドルは2003年に、使用された151億2000万ドルを下回りは、下が1998年の2倍であると主張している。この予算増加は大部分における広告に対する規制にもかかわらず、より従来型の小売店や雑誌広告などとともに、帽子や、 ライターなどの景品の多重展開を行い、より若い喫煙層に訴えることを試みたものであった。マーケティングコンサルタントのニールセンカンパニーは2001年9月から2002年8月の間タバコ会社がイギリスで使用した広告宣伝費を2500万ポンドと発表した。さらにスポーツなどの協賛、スポンサーとして年間800万ポンドを消費、そして イギリスにおけるフォーミュラワンに対して7000万ポンドを費やすと見積もられている。2003年アメリカで費やされた151億2000万ドルはアメリカの人口1人当たり45ドル費やされたことになり、1日3600万ドル以上喫煙者ごとに対し290ドル使用されていることになる。欧州連合と世界保健機構の両方は タバコ広告を許可してはならないとしている。2005年2月27日に実施されたタバコの規制に関する世界保健機関枠組条約は3カ国の憲法が禁止していない限り条約に同意した168カ国全部がタバコ広告を禁止することが義務付けられている。さらに数カ国ではタバコのパッケージにも各種必要条件を法律で定めており、 例えば、欧州連合、トルコ、オーストラリア、南アフリカでは、タバコのパッケージに顕著に喫煙に関連した健康リスクについて記載されていなければならない。カナダ、オーストラリア、タイ、アイスランド、ブラジルでは喫煙者に健康について警告するパッケージを義務化。そこには喫煙の潜在的な健康への影響を表す画像も含まれている。 また、カナダでは、タバコの箱の中にカードを入れており、喫煙をやめる、いろいろな方法を説明している。また、イギリスではタバコが、喫煙者の動脈を象徴しているようないくつかの、グラフィック広告が、NHS によって出された。タバコ製品規制法の改正法案が1999年、可決され、タバコ会社が、スポンサーになること。 タバコの無料配布を含むすべての広告とプロモーションが禁止された。マレーシアでは広告の中にタバコのパッケージを出すことが1995年1月1日禁止された。しかし、タバコ会社は製品を宣伝することを止めず、ベンソンヘッジスはビストロ、サンポルナはインターネットカフェにそれぞれブランドネームを使用、ダンヒル、マールボロ、ダビドフ、ポールモール、 ジョンプレイヤースペシャル、ウィンフィールド、ウィンストンなどは、文房具、アクセサリー、衣類などにブランドを使用して、ブランドの宣伝を続ける方法を見つけ出した。また、マイルドセブン、ピーター・スタイブさんと、ケント、セーラムのブランドは、ホリデーツアーやコンサートなど、娯楽関係のスポンサーを行っている。これらすべてはタバコ会社によって行われる間接的、広告戦略である。 その後、マレーシア連邦政府は2003年1月1日から、タバコ製品を売ることを許可した。特定の施設以外で、タバコブランドの間接的広告も禁止した。F1 グランプリと他のスポーツ競技においては、タバコ会社のスポンサーは認められている。さらに若い世代の喫煙を厳しく取り締まるため、未成年へのタバコ販売をすべて禁止した。香港ではテレビで、 タバコの CM を流すことは1992年、初めに禁止された。しかし、バスと特に路面電車においてはに、3年後まで、広告からタバコが排除されることはなかった。同様に、シンガポールでは喫煙の悪影響を受けている、口、足、血管のイメージを印刷する洋タバコメーカーに要求している。日本、国境なきテレビ指令の下、 1991年以来 EU 内ではタバコ会社がテレビ CM、スポンサーを行うことは禁止された。この禁止はタバコ広告に関する指令によって延長され、それは様々なメディアなどまでカバーした上で2005年7月に実施された。指令には欧州委員会の管轄外であるか、委員会の参加者がたった1名の加盟国における。 純粋的に局地的な文化的模様やスポーツイベントにおけるタバコのスポンサーや映画館、広告掲示板、キャラクター商品化は含まれていない。しかし大部分の加盟国は指令より広い範囲でローカル広告にまで適用される国内法を整備、指令に置き換えた。2008年の欧州委員会の報告では指令が すべての EU 加盟国の国内法に移され、これらの法律が実行されたと結論付けた。2003年 EU は喫煙の危険性について消費者を誤解させるということで、タバコにライトやマイルドといった商標をつけることを禁止した。スモーキングキルズという厳しい健康警告は現在、タバコのパッケージの全面の少なくとも30%。 背面の40%を超える面積に印刷いなければならなくなり、複数の言語を使用する国では、複数の言語で印刷された。多くの国ではまだ広告看板に、タバコの広告を出すことは、許可されている。タバコを吸う場面は、特別な雑誌、スポーツイベント、ガソリンスタンド、商店、極まれにテレビなどで、未だ広告されている。イギリス。 オーストラリアを含む若干の国では、タバコ広告の影響に対処するため、喫煙抑制広告の掲載を開始している。ラジオ、テレビを呼び、広告看板でタバコを広告することは禁止されており、2009年7月1日からは、商店におけるタバコ広告、タバコの陳列も禁止された。イギリスにおける警告表示 EU 加盟国である。 イギリスもタバコ広告を禁止する EU の指令は、イギリス国内の法律に加えて、イギリスに適用される。広告制限の要求が初めて行われたのは1962年、イギリス内科司会が行ったものであり、健康問題を強調し、タバコ製品の販売や広告に関して、より法律を強化することを求めていた。1971年、 イギリス政府とタバコ業界の間で行われた合意により、すべてのタバコのパッケージに健康警告を表示されることとなった。テレビにおける CM は1965年8月1日禁止されたが、軽いタバコとハマキの CM は1991年まで放映された。タバコメーカーはますます間接的で抽象的な キャンペーンを展開、ベンソンヘッジス、シルクカットなどは特に見てわかる状態であった。1990年中頃まで、多くの小売店、新聞販売店などでは、ライセンス料なしでベンソンヘッジス、シルクカット、リーガルなどのブランドの付いた看板を禁止されるまで、店頭に貼り付けていた。1985年、イングランドのリーズにおける、 新聞販売店における例を以下に示す。労働党は1997年の選挙活動の一部として、タバコ製品のすべての広告を禁止することを宣言した。この法律は、タバコアドバタイジングプロモーションアクト2002として可決され、以下の流れによって残っていた広告の大部分を禁止した。2001年、スコットランドにおける広告は、 スコットランド議会において禁止が決定された。この法律施行後も、以下の広告は免除されている。タバコの自動販売機は公認された店内での設置は、まだ許可されているが、その中には一銘柄につき一つの絵を表示する、ことしかできず、機械に広告を貼ることはできない。有名なキャンペーン、ウェルカムツー、マルボロカントリー、ユーア u are n ー v e r a エーストランド。 ハピネス・イズ、エーシガー・コールド、ハムレットなどは市場で中止された。フランスにおける警告表示フランスでは販売されているすべてのタバコの放送側面に添加物のパーセンテージリストを載せなければならない。フランスで販売されるアメリカのタバコの一つを例に挙げると85.0%がタバコ、9.0%が添加物、 タバコを包む紙が6.0%で構成されていると表記されている。フィルターはこれらに含まれない。1983年以降、タバコ広告は厳しく禁じられている。アメリカ合衆国アメリカでは1950年代から1960年代にかけて、タバコブランドはしばしばテレビ番組のスポンサーであった。 ウィンストンの CM 曲はこの時代最も有名な CM 曲の一つである。この時のキャッチコピー、ウィンストンは、タバコの本来の味がするは人を魅了、今日も伝えられている。また、タレートンのキャッチコピー、タレートンを吸う人は別のタバコを吸うよりも喧嘩をする。も1960年代の人気あるキャッチコピーの一つである。 1967年6月、連邦通信委員会は、毎日5分から10分、タバコの有料広告の効果を総裁するために、喫煙と健康についての議論を、テレビ局で、プログラム放送することを決定した。我々は公平の原則がこれらの広告に、適用できると考えていると、委員会は発言している。法廷の指示を得た FCC の決定は、 基本的に、タバコの CM を提供している組織へ無料で、きつえに CM を、テレビ局で放送するよう要求を行った。1970年4月、パブリックヘルスシガレットスモーキングアクトは、議会を、通過、1971年1月2日、以降、テレビ、ラジオにおけるタバコ CM の禁止が決定した。バージニアスリムブランドのコマーシャル、A60。 セカンドレビューフロムフラッパーツーフィメールリブは1月1日午後11時59分に放送され、これが最後のタバコ CM となった。一方、無煙タバコの広告は1986年8月28日に禁止されるまで放送されていた。1971年以降、タバコ広告の大部分が雑誌、新聞、広告掲示板で行われた。 しかし、フェデラルシガレットラベリングアドバタイジングアクトの導入以来、すべて放送、広告は公衆衛生局長官からの健康警告を表示しなければならなくなった。2003年11月、タバコ会社と雑誌出版社は、たくさんの若い読者層がいる4つの雑誌の学校図書館専用版に広告を載せないことに同意した。1994年、 公衆衛生局の報告、プリベンティングタバコユーザーマングヤングピープル内で、若者がタバコを吸おうとしなくなれば、タバコ自体がなくなると主張した。13A クリティカルタスクオブパブリックヘルスは若者が最も影響されやすい時期に、若者の強化を打ち消していた。そのため、報告書は、タバコのプロモーションが若者に喫煙させたかどうかについて、 誤った方向へ導くとして、討論を切り上げていた。そして、結論として、原因かどうかではなく、一連の陰鬱で無情な、出来事のために、初めて喫煙を行うことを促進することとなるとした。デトロイトフリープレスによると、ミシガンの屋外広告のうち10、10%が、アルコール飲料とタバコの広告であった。1999年、 合意により、すべてのタバコの屋外広告が、きつえに抑制ポスターと入れ替えられた。何枚かの屋外広告,告は、マールボロマンのパロディとして、ボブ、アイミスマイラングと書かれ、牧場のカウボーイを描いていた。アメリカのテレビにおけるニュース番組で初めてレギュラーになったものは、キャメルニュースキャラバンであり、これはキャメルがスポンサーであり、 ニュースキャスター背後のキャメルロゴとキャスターの前に置かれた灰皿で話題を呼んだ。この番組は1949年から1956年まで放送、いろいろな出来事があった。カナダカナダでは1988年現在、タバコプロダクツコントロールワクトにより、タバコ製品の広告が禁止、さらにすべての放送には警告表示を行わなければならない。 この法律が議会で可決されたすぐ後、タバコ会社 RJR マクドナルドは、ケベック高等裁判所へカナダ政府を告訴、この法律は当初、結論の出ていない警告を要求していたため、言論の自由に対する権利侵害であると主張した。1991年、ケベック高等裁判所は、カナダ憲法の下言論の自由を侵害したこと、 またその権限を超えた行為であるとしてタバコ会社の主張を認める採決を行った。政府はその後カナダ最高裁判所に上告した。1995年9月21日、カナダ最高裁判所はタバコプロダクツコントロールアクトは合法的であるとしてこれを指示、そして危険警告をすべてのタバコ放送に印刷することを カナダで営業しているタバコ会社が行うことを決定した。そして法廷は健康広告が言論の自由の権利を侵害しており、それをさらに判決することは1867年憲法法91条、条文、平和、秩序及び正しい統治のもと、これらの法律を承認する。 連邦政府の管轄権に中にあったという必要条件を満たさないという必要条件を廃止した。近年、製品をより入手しにくくして喫煙を減少させる目的で罪悪税が課された。現在では、ラジオ広告、テレビ CM、イベントのスポンサー、プロモーション景品、その他のブランド広告は、店内でのディスプレイ同様、禁止された。 タバコメーカーは2003年まで文化的なものやスポーツイベントなどのスポンサーとなることでメーカーの名前、ロゴをイベントの広告の中、もしくは会場に掲示することでこの規制をかいくぐった。タバコ会社のスポンサーの禁止はモントリオールのカナダグランプリ、全米女子、プロゴルフ協会のディモーリエクラシックが中止された大きな要因であった。 2008年5月、オンタリオ州、ケベック州、ニューブランズウィック州のコンビニエンスストアにおける、タバコのディスプレイは禁止され、すべて隠されるようになった。オーストラリアでは、タバコアドバタイジングプロヒビションアクト1992によりタバコブランドが、スポーツ、他の文化的イベントのスポンサーになることなどを含めて、オーストラリア国内の広告のほとんどすべてを禁止した。 国内におけるスポーツ文化的イベントはスポンサーとしてそのまま放置されたがもはや新たなイベントを開始することや既存のイベントの公演を続けることはできないようにされた。1998年までにすべてのスポンサーが期限切れで終了することとなった。環境大臣はタバコ広告が1万1禁止されたとしてもオーストラリアで開かれそうもないイベントで 国際的意義のあるイベントに対しては、免除を与える権利が与えられた。しかし、以前、権利を与えられていない限り、法律内の条項は2000年10月1日以降、免除を申し込んでいるイベントを禁止した。2006年までこの資格を持つイベントは、ロードレース世界選手権と、オーストラリアグランプリの2つだけであった。その後、 さらに追加された条項により、2006年10月1日以降に開催されるイベントに免除を与える権利を大臣から奪うこととなった。そのため、2007年に開催されたオーストラリアグランプリはいかなる種類のタバコ広告が掲載されることがなかった。ニュージーランドにおけるタバコ広告はスモークフリーアメンドメントアクト1992より禁止された。 これ以前に1963年、ラジオ、テレビにおけるタバコ広告はすでに禁止されていた。10年後の1973年、タバコ広告は屋外広告、映画館で禁止、活字媒体広告は新聞の半分までに制限された。1995年、残りのタバコ広告とスポンサーについて、ボス広告と若干のスポンサー免除を除いて禁止。 さらに1998年12月11日、ポス広告も禁止された。ニュージーランドで最終的に禁止されているポス広告に対して、まだ残るであろうタバコ広告の他の例が存在する。これらは映画、テレビ内と同様にケーブルテレビなどで使われるタバコの映像、輸入された雑誌内のタバコ広告およびスポンサーなどは認められ。 タバコのパッケージへの広告使用なども認められる。また、健康警告は、すべてのタバコ商品に表示される。オーストラリアでは、非常に少数の例外は、タバコアドバタイジングプロヒビションアクト1992で、どのような形であれ、タバコ広告は禁止された。現在、オーストラリアでは、タバコ放送の正面、背面、両側面3分の一を含む、 ほぼ70%が、名称に関する情報、喫煙の影響、化学製品、年間死亡率のグラフィックイメージで覆われている。テレビ広告に対してもそれに並行して行われ、病院で呼吸するのに苦労している喫煙者の、ビデオ映像が放映されている。これ以降、喫煙者は4分の1が喫煙をやめた。多くの政府保険部門ともに、犬猿グループ、 特に癌に関する事前活動により、喫煙のマイナス効果を強調するために、喫煙抑制広告を作成することにより、タバコ広告に対抗することを試みた。最も初期の CM は主に禁煙、肺癌の増加リスク、副流煙による受動喫煙に関連した問題を強調することに集中した。しかし、それらはいくつかのキャンペーンは、 肉体的な魅力の減少と勃起不全の危険性に集中する状態で数年間にますます強力なものとなった。これらは以前のキャンペーンよりも若い喫煙層に狙いが定められており、イギリス政府は2003年、この喫煙抑制キャンペーンに3100万ポンドを費やした。2005年 EU は喫煙から人々を救うために、4、 A Life Without t b a キャンペーンをすべての参加国において開始した。2007年、2008年にニューヨーク保健局はクイットラインと無料のニコチンパッチ、ガム配布のプログラムを推進するために一連の半タバコキャンペーンシリーズを開始した。最初の TV スポット放送は Smoking is Eating You Alive を呼び Smoking is Eating You and y o u Kids Alive を 発症、それを受けた切断手術とその苦痛について説明している。1960年代から1990年代まで続いたマールボロマンは最も成功したタバコ広告キャンペーンの一つであった。1976年にウェイン・マクラーレンがポーズを撮ったプロモーション写真など様々なカウボーイがマールボロブランドのプロモートを行ってきた。 マクラーレンは1992年肺がんで死去したが、病院ベッドに横たわる姿は、TBE のスポット放送内で放映され、同時に、喫煙の危険性について警告するナレーションが流された。ゴールドリーフのロゴをつけた、ロータス、1971年スクーデリア・フェラーリ、マールボロチーム、2009年、タバコ広告全面自粛後のフェラーリのマシン。 2014年1968年、モナコ GP において、F1 のチームロータスが、インペリアルタバコのゴールドリーフの赤、金、白の各色を用いたブランドをつけて以来、チーム、ドライバー及びサーキットは長期に及び、財政的支援をタバコ会社に依存していた。そして、ゴールドリーフの登場以後、何十年もの間、 タバコ産業はスポーツへのスポンサーにおいて主役を演じていた。1976年、ドイツは自動車レースにおけるタバコ広告を禁止する流れを開始。1984年にイギリスがそれに続き、1993年にはフランスも同様の処置を取った。喫煙を抑制する法律が、 世界の多くの国々で厳しくなり始めたため、F1 はタバコブランドのプロモーションのための重要な機会と化しており、バーニー・エクレストンなど F1 首脳陣の交渉により、多くの地域で F1 におけるタバコ広告について規制の一部免除が認められた。しかしヨーロッパでは広告の包括的禁止の動きが広がり、やがてそれは世界中にも広がり始めた。 2000年、ウィリアムズ F1 は前年までのウィンフィールドとの契約を終了。続いてマクラーレンは2005年シーズン途中で、ウエストとの契約を終了。ルノー F1 も、同様に2006年をもって、マイルドセブンとの契約を終了したほか、ブリティッシュアメリカンタバコがオーナーを務めていた。BAR はホンダへチームを売却。バットは F1 から撤退した。一方、 ブランド名は表示されないが、スクーデリア・フェラーリは2005年から2011年まで、フィリップ・モリスと契約を結び、実質的に、マールボロブランドによるスポンサードが継続されている。協定を通じて、2007年、マールボロブランドは、バーレーン、モナコ、中国のグランプリにおいて、F1 マシン、ドライバースーツ、 ピットクルーのユニフォームにおいてロゴを使用することが合法とされた。フェラーリは2007年の F1 世界選手権において唯一タバコブランドのスポンサーを受けたチームであった。しかし翌シーズン以後直接的な形でタバコ広告を露出することはなくなっている。それまでフェラーリのマシン、ユニフォーム等に入っていたマールボロのロゴは タバコ広告禁止国での代替ロゴであったバーコード風のデザインを全レースでも採用されることになった。しかし2010年4月、バーコードのデザインがマールボロのロゴを連想させるサブリミナル効果の疑いがあると報道され、チーム側は当初その疑惑を否定していたが、2010年5月に疑惑を一掃し、レースに集中するという声明を発表し、 スペイン GP からバーコードの代わりに赤ベタに白枠のデザインへと変更した。チームロゴに入っていたバーコードも2011年から一新され、ロゴからもバーコードは排除されることとなった。ルノーは2011年、グループロータスとスポンサー契約をしたのを機に、70から80年代に使われていた黒に金のストライプにカラーリングを変更した。しかしこれは、 タバコの潜在的な広告に当たるのではないかとの報道があった。当時ロータスは JPS がスポンサーについており、それを思い起こさせるとしてカナダの法律に定触するのではないかとの見解であった。類似名称の1チーム、ロータス F1 チームも2011年のカラーリングとして黒金ストライプを採用予定であったが、先に ルノー側にこのカラーリングの採用を発表されてしまったため断念従来通りのブリティッシュグリーンのカラーリングで行くことを表明していた。マールボロの支援を受けていたペンスキー1994年2009年のペンスキーインディカーシリーズではマールボロブランドの支援を受けたペンスキーレーシングチームはタバコ広告が規制されている時マールボロカラーに塗装される。 ペンスキーはこれを同様の方法でベライゾンコミュニケーションズのスポンサーを受けたレーシングカーをナスカールの一部のレースで走らせている。この状況はベライゾンが同業者のオールテルの間で調印された祖父条項によってオールテルは保護されていた。ベライゾンはナスカールにおけるチーム間限定の無線更新の禁止とこの乗っ取り行為のために弾き出されることになり、 採決として、マールボロロゴを使用しないスタイルを使用することとなった。ウィンストンカップシリーズ時代のナスカール・ナスカールチャンピオンシップは、RJ レイノルズがもはやスポンサーを続けることができないと発表した2003年まで、RJ レイノルズがスポンサーを務めた。ナスカールの最上級シリーズは、TV におけるタバコ CM の禁止にされた1970年代初期に、 RJ レイノルズからのスポンサーがついた。RJ レイノルズがスポンサーとなったシリーズは、ウィンストンカップは、ナスカールにおける最上級カテゴリーとなったが、後に他の地域で行われるシリーズでは他のタバコ会社もスポンサーとなった。1970年代中頃には ABC のスポーツバラエティショーで、いくつかのレースが部分的に放映され始めた。そのため、 ウィンストンが商業的な広告を TV で行えないにもかかわらず、レース中、ウィンストンの名前が TV に現れることとなった。ナスカールと彼らの関係は長期にわたり、ウィンストンは、ウィンストン500、ウィンストンオールスターレース、ウィンストンウエスタン500、ウィンストンミリオンなどのレース、商品プログラムを開催することとなった。 1998年から2002年は、ウィンストンミリオンに代わり、ウシンストンノーブルファイブが行われ、毎年、このプロモーションにより、5人のレーサーが選ばれた。ノーブルファイブレースの5位までに入賞したそれぞれの、ドライバーは、ファンと一緒に、次のレースで賞金を獲得する権利が得られ、そのドライバーの一人が次のレースで優勝したならば、 そのドライバーは100万ドルのボーナスを得ることができた。その上、他のチームの多くがのレーシングカーには、RJR のスポンサーがついていたタバコ関連の広告を背負っていた。2003年2月5日、レイノルズは2002年7月に調印されたナスカールの主要な部門へのスポンサー契約の5年間の延長が、2個の主要スポンサーとなっている。 レーシングカーの一つが失われたことにより、社内の経済的懸念のため、解消することができることを、ナスカールに知らせた。また、年初に、この子フィリップスは2003年シーズンでナスカールより、撤退することを発表した。2003年6月19日、ナスカールは、ナスダックマーケットサイトにおいて、これまで、おなじみであった赤色から、 ネクステルの黄色ネクステルコミュニケーションズと2004年シーズン以降10年間の契約を結んだことを発表2005年9月以降ナスカールはスプリントカップのロゴを新たなスポンサーネクステルのロゴに置き換え始めたナスカールがネクステルの存在によりマーケティングすることができた一つの大きな変化はシリーズにおけるバナー広告であった 過去に、ウィンストンのサインが、ウィンストン、ウィンストンカップシリーズ、後に、ナスカール・ウィンストンカップシリーズが、ビクトリーレーンのバナーで使用されるのみであったが、ネクステルの場合、スピードミーツスピード、ザカーフォーオンリーボーン、フィニッシュファスターなどより上手に、マーケティング自体を広告と使用することができた。広告が、スプリントバナーによって、 ブランド変更された時、ワトキンズグレインインターナショナルの第11コーナーの端に掲げられた広告は、スプリントアヘッドと書かれた特徴ある新たな広告により、ブランド変更された。マスターセトルメントアグリーメントによってカバーされていない、小規模なタバコ会社はシーズン、もしくはサーキットのスポンサーになることを試みた。 バージニアを本拠地とする小規模なタバコ会社、ベイリーは2005年、テネシーを本拠地とするボビー・ハミルトンレーシングチームのために選ばれたレースにおいて、スポンサーを行うことになり、ナスカールが認めた、地域内で最新のマシンを使用した、マーティンズビルスピードウェイで行われる、ベイリー300のスポンサーの長年のスポンサーとなった。デニー・ハムリンが参加した、このレースのドライバーは、 ナスカールの3つの全国シリーズへ進んだ。WRC において、マールボロは多くのチームのスポンサーを務めており、フォード、トヨタ、スバル、三菱自動車、プジョー、ランチアなどと様々なチームの資金援助を行ってきた。また、555、キャメルなど様々なブランドが、WRC カーを彩っていた。 スバルはレガシーで参加していた1993年、555と、スポンサー契約を結んでいたが、タバコ広告禁止地域で行われる場合、広告はボディに描かれず、初期は、スバルのロゴが後に、バナナのようなマークが描かれていた。また、92年ラックラリー、93年スウェディッシュでは、キャメルのマークをつけて参加していた。1993年、 レガシーからインプレッサに変更された時、ホモロゲーションなインプレッサ555として登場以後長い活躍を続けたが、1998年555は撤退55をつけたインプレッサを見ることはできなくなったが、2008年に撤退するまで同様のカラーリングで走り続けた。一方、三菱は1999年、 マールボロとの契約を発表、マールボロ三菱ラリーアートとして参加、活躍を続けていたが、2002年契約を終了、マールボロカラーのランサーエボリューションの姿は見られなくなったが、赤は未だに強い頃のランサーのイメージを印象付けている。また、タバコ広告禁止国では、マールボロの広告の部分をラリードライバーのファーストネームで代用していた。 いくつかのトーナメントにおいて、スポンサーを失っていたスヌーカーは、イギリスにおける、タバコのスポンサー禁止命令により、大規模な打撃を受けた。これは、以下のトーナメントである。世界スヌーカー選手権は、e、EU の禁止命令から、2005年まで広告を、使用できる特別免除が与えられた。また、2005年、ライリーズクラブの支援を受けるまで、マスターズは、 スポンサーなしで開催された。一部のプレイヤーは、イベントがタバコ会社の財政的支援なしでは、生き延びることができないことを暗示て、スポンサー禁止に対して反対する意見を述べた。様々なスポーツにおいて参加者のため、試合のために、スポンサーのタバコ会社からの資金に頼っていた。広告の制限が全国で課されている状態で、タバコ会社は、 新たな顧客層を設定して、これまでのものを維持するために、新たな販売促進に移行した。例えば、アルトリアは、プロモーションズ・ザット・ビルド・ブランド・エクイティス・ルー・アダルト、コンシューマー・エクスペリエンシーズ販売促進をとっている。この意図は消費者のコミュニティを構築することにより、ブランド志向を補強することにある。一つの例が、マールボロの アウトウィット・ザ・ウエストで、これは一連の謎めいた難問と、あなたが喫煙者ならば招待するというもので、4人をメンバーとしたチームで競争するものある。それらのチームのうち、上位20位が、タバコを吸うのは、OK で、食物、飲み物、そして活動はすべて会社が料金を支払う、マールボロ牧場へ招かれる。 最も多く正解したチームは100万ドルの賞金を共有することになる。これには何千ものチームが参加している。通常、マールボロは景品とマルボロランチへの招待状に応じて収集した郵送データベースを使用している。これらデータベースの補強はブランドをつけた製品を使用した仲間によって行われる。タバコ広告における 実際の効果については広く文書化されている。ヘンリー・サッファーの論評によると、公衆衛生の専門家らは、タバコ広告が、タバコの消費量を上げると言っており、特に、子供らが喫煙することに対して、タバコ広告が、効果的な動きをしているという経験的文献を、存在しているとする。オランダのタバコ会社は、バニラ味の、ピンクエレファント、チョコレート味の、 ブラックデビルを製造している。日本に関する情報は以下を参考にした。ありがとうございます。